怪我しないで頑張ってるな。はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、リングス全体としては、まあいろんな順調にいったなって感じですね。まあ、個人としてちょっとね、今日怪我が多すぎたなっていう部分と、あとそうですね、まあ、選手としては怪我をちょっと多すぎましたね。まあ、ちょっとなんかいろんな意味で今年ちょっと練習不足だったんじゃないかなっていう気がしますね。何はもうとりあえずオランダの旗揚げでしょ。あとはちょっとね、アメリカの方をちょっとね、もうちょっとなんとかしなきゃいけないですね。でそうですね、と韓国もちょっとね、総選手なんで、ガンのあれで、ちょっとなんか、ダイビングが来るとね、立て直しなきゃいけないし、で、ロシアがやっぱり、10年の旗揚げ戦すんで、初めての試合でしょ、そういった意味でどういうふうにやってくれるのかなっていうのは、やっぱり、なんか協力してやっていかなきゃいけないしね、そうですね、あとはなんか、まあ、違う話はタイソンとかが出てくるんで、はい、でまあ、ちょっとリングス自体のアメリカ進出もの話も兼ねてね、はい、ちょっとなんかこのドンキングとかあの辺ちょっと話したいですね、はい、あと実験理由的なものを再開されるっていう話もちょっと聞いたんですが、その辺のご予定はどうなんでしょうか。あのそうですね、はい、それはまあ、あの時期を見てやってきたですね。オリオ見てなんかね、まあ、オリオ見てって変な言い方ですけど、まあ、今年はちょっとなんかね、ちょっとリングスロシアの旗揚げっていうのでちょっとなんか力壊れちゃって、はい、ちょっとできなかったんですけど、まあ来年ちょっとやっていきたいですね。
Hatsuki Kazuo!
会事故委員長の堀前富幸新議員長より開会の挨拶がございます。本日は多数のご来場様に厚く御礼申し上げます。ただいまより和東諸島新潟大会を開始いたします。選手一同全力を尽くしてファイトいたしますので、何卒よろしくご声援のほどお願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではリグス今後の日程を発表いたします。リグス1994トーナメント決勝戦は1月25日日本武道館にて行います。対戦カードは3位決定戦に山本義久対ハンス・ライマン、決勝戦は前田明対モルクハンで行われます。また2月19日オランダ・アムステルダムにおきましてバイキングネットワークリングスオランダ大会を実施いたします。さらに3月18日有明コロシアム大会が決定いたしました。どうぞご期待ください。これをもちまして大会セレモニーを終了いたします。そうですね、リングスルールが、ね、好きで、やってみたいなっていうのは前からあったんですけど、そうですね、まあ、やれるだけのことを、持ってる力ね、目いっぱい出して頑張りたいと思うんですけども、今回ね、顔面パンチがないということと顔面肘打ちがないということがちょっとネックなんですけども、自分としたら顔を打たない格闘技でやったことないんで、そうですね、ちょっとその辺戸惑いやるんですけども、まあ、やれるだけのことをやって、頑張ります。グラウンドはね、格闘空手ということで、そうですね、グラウンドの方も勉強してます。あとリングしてますと、やっぱりプロのリングっていうか、やっぱりプロでこうテレビ回ってビデオ回ってそういうリングなんですけど、その辺の緊張とかは全然ないんですか？いやー、どうでしょうね。今日でした試合とか言ってね、まあ大丈夫でしょう。そうですね、もうここまで来たらもう自分のですね、持ってるものを全部ですね、全力でも、試合にですねぶつけて一生懸命やります。いや、もうあれですね、もう一生懸命もう自分のね、全力でもぶつかってもう、はい、対戦相手は別にあれ誰であろうと、もう自分の力を全力で、やろうとぶつけるというような気持ちですね。第1試合3分5ラウンドを行います。赤コーナー172センチ、85.5キログラム、空手の東道会、ハセ・カズノリ。青コーナー178センチ、80キログラム、サブミッションアートレスリング、ハチ・カズハ。レフリー島田裕二。
さあ、止めた。Thank you.
はい、1分経過です、1分経過。次出さないもんね。もう一回椅子で自分から。そう、それでいい、それで。もっといけ、それ、バンバン。そう、もっとガンガンいったら、それ。
ブランドでいけ、ブランドで。最初なんで。最初なんで。どっちも真ん中に出てくるように。ワールがどっちも負け込んだから、でも切り使わない。しゃ。切り使わない。ブランドでいけ。スタミナ切り使わない。ブランド使え。これはもう打ち合いじゃ無理です。打ち合いじゃもう絶対負けてんだから。ブランド、ブランドボイン。セコンドラウンド、セコンドラウンド。ファイナルラウンド。
顔面パンチがねやっぱりないっていうのがねすごくコンビネーション組み立てにくくって、もう単発で恥ずかしいようなねちょっと試合しちゃったんですけど、そうですね、とりあえず結果をね出したかったんで、ただやっぱプロとしてねさせていただく以上やっぱ内容ねいいものをやりたいんで、やっぱりその僕の尊敬するねリングスさんのルールで小手あり肘打ちありで、パーフェクトねそのリングスルールで、させていただきたいなっていうのが、ね、思いました。自分のベストを尽くして頑張りたいです。対戦相手の坂田選手については何か認められたりそういう？いや特にはしないです。はい、どんな展開を今日は考えてらっしゃいますか？もし差し支えなければ試合展開考えてらっしゃったり何かあれば。そうですね、まあ自分のいつもの通りに体が動くように見えます。小野さんの一番得意な展開ってどういう展開なんでしょうか？やっぱり打撃系でも、そうですね、まだそんな試合やってないんで、はい、まだそんな得意なことはないですね。だから、まあ、経験を重ねて見つけていきたいです。どうですか、こう多団体になっちゃうわけなんですけど、こういう上がられて試合されるっていうのはやっぱり緊張少しはされると思うんですか？そうですね、でも経験ですから頑張ります。つまり当然やる前に勝つと思ってやってらっしゃると思うんですが、それの抱負があれば今日はこう絶対に大丈夫だとかそういうのはありませんでしょうか？そうですね、やってみなきゃ分かりませんからね。まあ勝ちます。青コーナーより坂田航選手の入場です。前回ああいう形で僕は勝ったんで、なんかもうすごい向きになってくると思うんですけど、そうですね、なんですか、今まであんまりなんていうんですかね、技っていうか技らし、今まで習ってきた技らしい技っていうかそういうのが全然出てないんで、僕もなんか試せるうちに今のうち試しておかないと、これから来年とかどんどん外人選手が大きい選手と当たっていくと思うんで、そうですね、今日はだからもしちょっとでも少しでも余裕があるようだったら、いろんな、まあ、蹴りなら蹴りでもいろんなものを試してそれで勝てたらいいなと思ってるんですけど、はい、相手の温泉陣に関してはかなり知識とか調べられました？いや全然わからないんですが、なんかすごい体重が軽いっていうのだけ聞いてるんで、もう今多分ちょっと今日まあ測ってみないとわからないんですけど、多分89から90キロぐらいになってると思うんですけど、僕なんか72、3だって聞いてるんで結構体重差があるんで、もし僕は何て言うんですかね、ちょっと次の展開に困った時とかをまあグラウンドに引きずり込んでちょっと上になってまあ考えながらでもできたらと思ってるんですけど、なんで体重差がだいぶあるんで、そんなに打撃とかは別にまあ注意はしてますけど、まあ一発はないだろうなっていう感じで思ってます。今日はまず打撃の方を中心にみたいな感じで思ってます。はい、1戦2戦やって、はい、やっぱり試合ついてますけど、試合慣れてきた方がやっぱり試合は、はい、どうですか？最初と2回目と3回目で違ってくると思うんですけど。そうですね、でも2戦目とかなんかすごい落ち着いて、さらになんか落ち着いてたような気がしたんですけど、冷静だったですね、見てるとね。はい、でもなんか自分じゃ全然覚えてないんで、何やったのかっていうのを覚えてないんで、もう頭空っぽの状態でやってたんで、まだ考えてやるっていうのができるかどうか、それがまず問題なんで、ですね、まあ、まあ人から見たら落ち着いてるように見えるかもしれないですけど、まだただ全然まだただ駆け出しのひよっこだっていうだけですね。第2試合30分一本勝負を行います。赤コーナー178センチ、70kg、 プロフェッショナルレスリング藤原組、小野武史。青コーナー175センチ90キログラム、
リングスジャパン坂田ワタル。3分経過。4分経過です。
ゴンケガン、ゴンケガン。ゴンケガン。ノーケイクの坂田。ノーケイク。カップの半です。カップの半です。イエーイ。メックメックメック。マラクソ。メック。いいぞいいぞ。よし。カード九分やん。はい。また次はカード九分やん。ケップ。
10分経過。最初、まあ、軽く量を打ったんですけど、なんか相手がやっぱり体重軽かったんで、思ったよりすごいバランス崩したんで、これはいけるかなみたいな感じで思ってしまいまして、ですごい途中からめちゃくちゃの大振りになってしまいまして、でグラウンドでも結構はっきり言って前の田中さんよりもすごい動いて、なんですかね、ギンギンこっちにもなんかやってあるみたいなことすごい伝わってきたんで、なんか僕もそれでなんかまだまだ若いんで意地になってしまいまして、ですごいそれが手こずったあれだと思うんですが、原因だと思うんですが、ほらやる前にいろんなことやりたいって言ったじゃないですか、はい、自分で試したことは、いや全然ダメですね、肘打ってみたんですけど、もうなんていうんですかね、体のバランスなんか無視しちゃって、お肘だけで打ってしまいまして、でもうはい大丈夫です、でそのままなんていうんですかね、肘の先端だけ当たってその自分がバランス崩しちゃったみたいな感じだったんで、もっと全然ダメですね、はい、結果がついてきてとりあえず勝利になったってことに関しては、はい、勝ち結果的に勝ち星が一つまたできたっていうのはすごい嬉しいんですけど、なんですかね、自分が勝ったっていう喜びはありません。でもまだまだ3戦目なんだし、はい、そうですね、贅沢言ってられないんで、とにかくもうガンガンガン前に出ます。第3試合を行います。赤コーナーより
池田大輔選手の入場です。自分のベストを尽くせるように頑張りたいと思います。どういう試合展開を一番得意だというかパターンがあれば、いつもの通りやる感じですけど、はい、高坂選手もかなり体がリングスの若手の中ではごつくてでかい方なんですが、はい、高坂選手ということで何か考えてらっしゃいますか。別にそんな考えてはないですね。どうですか、やっぱりリングスにこう上がられるというそのという緊張感は。それはまだ今のところまだないです、はい、やっぱり後ろ組っていうことなんで、もう一番得意なパターンですか、後ろ組の応援されてる成果を出していただきたいな。そうですね、普段の練習してることを出したいと思います。あとそれで先方とかまだお話しられる段階でありませんか。どういう形に持ち込むとか。いや、それはまだちょっと、そうですね、やったら体が動く感じなんで、ちょっと全然先方も何もないと思いますけど、はい。いや、逆に空いてくれたおかげでなんか、まあ、自分のリズムを元に取り戻せたっていうか、まあ、プラスなところがすごい多いんで、はい、まあ、良かったとは思ってますけど。博多にしてもね、名古屋にしても、はい、セコンドついてて試合で出すの顔してるじゃないですか。そうですね、出たかったですねすごく出たかったですよ、やっぱりその、まあ、先輩方出てるのを見てるのももちろんなんですけど、同じぐらいの年の選手とか出てるね見るとやっぱりすごい出たかったですね、はい、今日も胸にキスしてもらうからこれ爆発しないといけないですね。そうですね、はい、頑張ります。あとですね、池田選手も、まあ、はい、体がまあ大きくて、はい、どうですか、ああいうタイプの選手は。いや、かえって自分はああいう同じような体格の方がやりやすいですね、どっちかっていうと、はい、昔からっていうか柔道やってた時も大体、まあ、同じぐらいの背丈ぐらいの選手の方がすごいやりやすいっていうか得意でしたんで、はい、特にそんなに苦手意識は全然ないです。今日はなんか特別こうしてみたいとか考えてます、展開的には。前回まあ、打撃練習がすごい未熟な点があったんで、今回はそれをまあみっちり直してきましたんで、まあ進歩のあるところを見てほしいと思います。本当に一番若手の代価で経験が一番必要な時にちょっと空いてしまったんで、その試合感みたいなのだけちょっと心配なんですけど、その辺は。いや、もう自分自身はもうデビュー戦のつもりでやりますから、それは大丈夫だと思いますけど、はい、同期の坂田選手がインパクトのある試合してますよね。だから絶対にそれのライバル心はあると思うんで。そうですね、はい、高坂選手の試合を、そうですね、忘れられないように頑張ります。第3試合30分一本勝負を行います。赤コーナー185センチ94キログラムプロフェッショナルレスリング藤原組、池田大輔。青コーナー
左打って足を取って取って手出して手出して今今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 今
丈夫、押してる押してる。前の前の、アウト。もうバズってるから、大体。順番悪いとこあるな、はい、どうも、はい、順番悪いとこあるな、言うてみ、はい、悪かったら順番悪かったよ。もっと、先手先手で、そう、はい、先手振らなかったんと、はい、あとだから首からのコントロール、お前も首からのコントロールできてないんだよ、はい、首からのコントロール、はい、だから、はい、あとな、あんな体操の時は順番どんどん仕掛けてくれ、はい、もう打って打って、下から煽って煽って打ってやったり、タックル食うと思って下からどんどん煽って煽って打ってやったり、はいはい、まだ、はい、どうぞ、はい、タックル振らないと下がどんどん煽ったらよ、はい、まだ、はい、頑張れよ、はい、どうもありがとうございました。今年はデビューしてたった2回しか試合できなかったんで、来年はもっと試合に出て、それで試合でどんどん技術を磨いていけるようにしたいです。グランドでいつもなんか上になってうまい具合にポジション取れたような気がするんですけども、はい、どうですか、本人の方は。まあ、いや、あれはもう、まあ、練習通りって言いますか、はい、いつも練習でできていることが試合でできただけですんで、それは、はい、まあ、やろうとしてやってるわけじゃないんで、はい、打撃を試したいとおっしゃってたんだけど、はい、その辺はどうでした。ほんの少しなんですけど、
前さんにもよくあの右に回れ右に回れっていうのを教えていただいてたんで、それをどんどん試していこうと思ったんですけど、やってるつもりでもできてなかったらダメですね。なんか一発いい焦点もらったような気がしたんですか。あれ全然。あ、そうですか。いや、大丈夫ですか。大丈夫です。はい、頑丈なんで。頑丈なんで。まあ、どうですか。はい、来年もっともっと、なんていうんですか、デビュー戦と今日の試合見て、来年でなんかなんて試合してんだっていうぐらい進歩したいですね。はい、なんて試合してたんだっていうぐらい。はい、試合間隔が空いたことには全然関係ない。いや、全然大丈夫です。はい、もうまあ極端な言い方なるようになると思ってましたんで、はい、それは大丈夫です。どうですか、やってみて池田選手は。いや、力は強いと思ったんですけど、途中でだんだんそう、まあ、スタミナが切れてきて力が抜けていくの分かったんで、あ、これはもういけるな。でもその時も自分もちょっとしんどかったんですけど、しんどい顔したらつけ込まれるんで、もうずっと我慢してました。Во-первых, я борюсь первый раз в этом направлении. Долгое время я боролся по борьбе самбо, 20 лет. И сейчас, конечно, испытываю волнение, зная на Русе, по видеопленкам. Смотрел его. Не знаю, ринг покажет. На Русе я видел несколько боев. С Зуевым видел, с Бекишевым видел. На Русе очень подвижный. Хорошо работает ногами, руками. В общем, хороший спортсмен. Ну, естественно, будучи я самбистом, я буду использовать арсенал борьбы самбо. И, конечно, защиту от ударов рук, ног.試合だったんで。あ、そうですか。自分は負けたんで素晴らしいとは思えないんですけど、まあ割と周りの人がそういう風に評価していただいて、まあ嬉しい反面、やっぱそういう試合でこそ勝ちたかったなというのは、あの悔いが残りますね。新潟は源の位置とおかしいんですが、成瀬君の去年の素晴らしいあの秒殺っていうかあれがあった場所なんですが、そこに帰ってきました、ね。いや、あれはまあ半分、まあ運が良かったようなもんなんで。なんで、あの、今年はその分をですね、前さんにギャラ泥棒と言われてしまいましたので、その分は、なんていうんでしょうか、お釣りが出るぐらいですね、また還元していい試合します。いい試合するっていうか、まあ、もちろん去年以上の試合で結果出します。今回の相手はアマチュアの戦歴がすごいんですね。サンボのワールドカップも全部優勝してますし、らしいですね。なんか、中継だけは聞いてですね、ハンとですね、同じ世代っていうか一緒に現役時代やってた選手で、でいつも、まあ、1位、2位を、なんていうんですか、同じ違う階級ですけど、争ってた選手らしいんですよね。なんで、まあ、そういう意味では、まあ、相手にとって不足なしです、はい。どうします、今日はグランドでもう。そうですね、まあ、相手の、まあ、戦略というのは関係ないです。やっぱりプロはまた違います。そんな甘いもんじゃないんで、まあ、デビューということで、デビューというか、まあ、初来日ですから、僕は、まあ、厳しさを教えてあげますよ。まだちょっともがき苦しんでる状態なんで、なんとも言えないですけど、今いろいろ試している状態なんで、本当もうちょっと待っていてもらいたいですね。永瀬先生言ってたんですが、一発一発がすごく重くなって効くんだと。いや、でもそうですね、でも永瀬さんのあれに比べたらまだまだと思うんで、もっと僕の求めてるものが今のよりもはるかな上のところでにいる、なんですか、レベルなんで、まあそう言っていただくのは嬉しいんですけど、まあそうですね、それ以上目指してやりたいですね。第4試合30分一本勝負を行います。赤コーナー
182cm 97kg レングスロシアバシリシュバイヤー。青コーナー173cm 94kg レングスジャパン成瀬マサユキ。呼吸だけはしないです。
さ。いいの。もうよ。ああそう。呼吸です、呼吸です。4分30秒です、4分30秒です。9分経過です。 9分経過です。
Мои первые впечатления. Ну что сказать, очень много сил, энергии отдал до соревнований, так как это соревнование для меня первый раз, я очень переживал и нервничал перед выходом на ринг. Ну, после первого нокдауна я маленько потерял ориентир и через минуту только пришел в себя. На Русе очень подвижный, темпераментный, хорошо владеет ногами, руками. Хороший боец.前回は今年の5月だったか、はい、6月にやった時は、はい、まあまあ、頭の中でそういう風に考えているのと、まあ、自分の力っていうか、まあ、半年だからそう大きくは変わってないと思うんですけど、まあ、力とにまだギャップはちょっとありすぎたんで、まあ、気持ちばっかり焦っちゃったんじゃないかなっていうのがあると思うんですけど、まあ、今年、まあ、夏過ぎから、まあ、成績はついてきてないですけど、まあ、内容的に割とまあ、皆さんに認めてもらえて、まあ、自分でも、まあ、できるようになってきたかなっていうような内容になってきてるんで、まあ、そうですね、あんまり硬くならないで、そう、まあ今まあ、前回と同じようにちょっと自分の力をぶつけていったらいいなと思います。
あとですね、グラウンドだけじゃなくて、すごいあの中段の蹴りっていうか、ミドルキックがすごい切れてる感じがするんですよ。ああ、ありがとうございます。最後と思うんです。あ、まあ、あれは、まあ、去年の、まあ、秋口からずっと来てくれてたタイの先生に言われてたことをコツコツやってたらああなったんで、まあうん、まあ、やっとなんか試合で使えるようにっていうか、前は確かに一発 は重かったと思うんですけど、うん、なんかそれを出せるタイミングっていうか出し方みたいなのが分かって、で前はすごい力んで蹴ってたんですけど、まあ、それがなくなったんで割と後半でも足が出るっていうか、なんかスタミナが余計なんとか力の抜き方みたいなのが分かってきたんで、だからスピードも出てきたし、それで後半でも足が出るようになったと思うんで、まあ今日はもう3本やらせたら犯人勝てないんで、まあそういう関節技に打撃技をプラスアルファして攻めていきたいです、うん、まあ目標としてはもう半からもうエスケープ取って、まあもちろんギブアップ、半からダウンを取るっていうよりできればギブアップを取りたいなと今日すごい思います、はい、勝ちましょうよ、頑張って勝ちます、はい、アウトマよりホルツハン選手の入場です。А, нет, наоборот, я здесь отдохнул. Йокогама для удовольствия потренировался. Наоборот, хочу посмотреть еще раз перед финалом, как себя чувствую. Ну да, в мае действительно я выступал с ним, было очень сильное он сопротивление оказал мне. А вообще он интересный спортсмен. Я всегда буду рад с ним встречаться. Разнообразный спортсмен. Посмотрим. Моя задача не столько выиграть, а сколько проверить себя. Посмотреть, еще раз прикинуться. Не, ну, спортсмены, они растут, взрослеют, становятся опытными. Поэтому я думаю, нога на сегодняшний день, конечно, сильнее, чем Май. Но бой с Нарусе, прекрасно проведенный, мне кажется, он сейчас хорош. アタコナー187cm96kg レグスジャパン永井一平。アオコナー190cm107kg レグスロシアボルクハーン。Yeah.
Yeah!
Yeah.
番決死の星の勝ちでございます。Во-первых, выносливость. Это мощная выносливость, что он может 15 минут без перерыва работать. А во-вторых, он очень хорошо работает руками, ногами. И в партере хорош. Вообще молодец он. По ходу действия так получилось, что я, ну бей, пробей, если можешь, типа такого. А так там друг против друга не было. Там спорт и спорт. Хоть я на ринге нет друзей, но тем не менее... Да, мне кажется, что на сегодняшний день шансы победить за золотую корону у меня больше. Я прекрасно в спортивной форме. То есть, конечно, в течение месяца я еще прибавлюсь. Но мне кажется, моя диспат.状態じゃないですけど、まあ、なんとか、ね、ここまで持ってきたんですけど、去年の12月25日に新潟だった時になんかウィリー・ピータス選手だったんですけど、まあ、それで自分の心の中で吹っ切れたものがあったんですよね。そこから今年にかけて自分になんか吹っ切れたっていうか、すごく調子がいいんですよね。でも自分の中でどこか変わったんでしょうね。でまた同じチームに戻ってきたということで、でましては今日、ね、94年最後の試合で、まあ、前さんとできるということで、勝たないといけないですね。あのね、本当にあの終わった後に満足してないんですよね、全然ね。終わった時も機嫌悪いし、話しかける雰囲気じゃないし、それは本当に勝つ気でいるっていうのは、すごくこの業界っていうか大事なことだと思うんですよ。でそれがもう全面出てきてるから、そうですね。やっぱりプロだからね、結果ですから。まあ試合内容もあるんですけど、やっぱり結果がなんぼの世界ですから、やっぱり勝たなきゃいけないんですよね。ましてはもう愛知であって、あの前田さんでもね、崩せない壁だなっていうことが分かったし、まあこの間の試合はまあいろいろね課題があったんですけど、まあ小手で行って、まあそればっかりになって頭いっちゃったんですね。だから今日はもう小手で行っても、今度グラウンドに持ち込んで、グラウンドでちょっといろいろ使ってみたいなと思うんですよ。あの全然山本選手は若いわけですから、スタミナ、体力面としたら回復力を含めて、そういう面ではフィジカルな面だと絶対に山本選手有利なところもあると思うんですか。そうですね、まあ、グラウンドだったらもう手足関係ない、関係ないですね。だから別に前さんリーチとはそんな関係ないし、だから今日はもう思い切ってね、前さんにガンガンぶつけて、前さんから山本は強くなったって言われるぐらいになりたいですね。去年の1年間走ってきて、その 終結算じゃないですか。1年間で94年って山本選手とは素晴らしい年だったと思うんですよ。それの最後の締めなんで、悔いのないような
そうですね。まだ前さん、前戦がもう最後じゃないんですね。まあ、前戦っていうのは僕にとって、まあ、ホップステップジャンプのホップって感じ でこれに勝って95年にスパークしたいですね。つなげるような試合したいですね。まだ頭痛いね。打たれた。なんか山本も聞いたら昨日なんか CT 取りに行って、あいつも頭痛いんで取りに行ったらしいけど、さすがに週間でも抜けないね。ちょっと一番の短いパンだと思うんですよ、その試合の中で。体だったら、まあ、動いてくれてるけど、それだけですね。あとなんか人の頭も太鼓みたいにポンポン湯を叩いてくるからね、あんたも。本当に。あと、なんていうんですか、苦戦したといった表現なんでしょうか。なんかちょっとあの前回の2回ダウン取られて。苦戦したっていうか、そうね。1回目の時の膝十字もらって、あ、しまったと思ってやった時にボーッと押し込まれてダウンしてですね。あとはタックル取りに行こうと思って触ったらボンボン押し込まれてタイミング悪くて入れなくてって感じで、アウトにちょっと回りきれなかったんでですね。だからちょっとそれのともここは計算に入れてね、計算に入れてちょっとなんか結構なんか打ち切りさそうとないなんかね、流行ってどんどんね打ち切りに入ってくるんで、それがまだね、やっぱり一回かこうやってて相手の全体像を少しずつ掴めていくとね、それでああでもこうでもみたいな。でもね、反対になんかこうやってああでもこうでもやり直すとね、迷路にはまっちゃうんですよ。だからね、うまくこう迷路にはまってはめて、そうこうずやこちゃって飲みすすってやると頭をシェイクしてくる。こういっぱいショート入れてね、脳みそのシワ全部伸ばしてこうブレインウォッシュして、ブレインウォッシュして。でもリングスで純粋培養された人間が前その近くまで来たなって感じもしたんですけども、それは逆に今井さん試合後になんかちょっと笑顔があったじゃないですか。試合こう抱き合う時でもその普通にしたとか言ってらっしゃったんですけど、なんか笑顔もあったんで、いや普通までいかないとね、いかないと普通は心境かなというふうに発見したんです。いやでも今度伸びのスピード速いんですごい嬉しいですよ。だからなんか良くも悪くも、まあ、なんていうんですかね、だからこうやってタイとかロシアからコーチ呼んでね、なんかこうやって時間と手間かけてやっぱり環境と届いてやったのやっぱり間違ってなかったかな。なんか自分らがデビューして2年目3年目でそういうの全然考えなかったですからね。やっぱりちゃんとした技術を教える環境とちゃんとしたものを教えるコーチというのもやっぱそれはなんかボクシングだとデビューして1年2年のやつが世界チャンピオンだと強いんですよ。やっぱそうならなきゃいけないんですよね。あうちのはちょっと基礎体力っていうのがあるんで、それやると身につかないんですけど、その後は、なんていうかね、だから、もっともっと、いろんな選手育成のメニューに関してもなんかね、もっともっと考えられると思うんですよね。それもちょっと含めて。っていうのは、山本選手に刺激されて、成瀬君と永井選手の試合が素晴らしかったじゃないですか。そうですね。で前回だから、内容とかいろんなのトータル違うとかベストバットですね。前回の長い何戦目いろんな意味でねベストですね。あれでもっとなんかねうわっとなんかダッシュかけて押し込むシーンがあったらねもっとよかったけど、お互いにちょっとなんかこうやってまあ押し込んでんだろうけどもうちょっとなんかねもうグルーなんでねとどめるつぐらいのつもりで言ってないんで、まあ、ちょっとその辺がね今後それできたらもっといいなって。
分怪我です。3分怪我です。よし。
またアップ願いです。アップ願いです。アップです。
それでこう山田ともそうはいかってもらうから、はい、ただ先頭でってんだよ。はい、愛に考えてもらう。今日そんな思ってないの。それと整理だし途中一歩ダブルに持ってて、今日逆、あの愛知県の逆の逆になりましたね。愛知県は僕が先制攻撃で小手であのダウン奪って僕のペースになったんですけどね、今日逆に前さんがあのこの間の愛知県でね、何ですか、2回もダウン奪われてあのね殴られてすごくあの今度は仕返してやろうというか思ってたんじゃないですかね。でいきなり先制で小手に出してきて、あれが面食らったというか、まさかね前さんから先制攻撃がありませんでした。あれでペース逃げ出しまして、あと一つ足りないっていうのはやっぱりキャリアだと思うんですね。僕は3年で前さん20年やってるでしょ。やっぱりその差っていうのはすごく大きいと思うんですよ。試合経験とかやっぱそれだけ前さん好きじゃないし、相手の動きよく見てるし、あえて僕は前さんの罠仕掛けた時に僕は淡くてしまって前さんの罠にまんまと引っかかった感じですね。前さん僕の性格よく知ってますから、前さんバーで勝負できたら僕向きになって勝負で返すってよくしますからね。それで僕をなんか慌てさせて何ですかね、どんどんあの隙が生まれてきますから、そこに前さんグラウンドに持ち込んでネチネチと攻撃してしましたからね。悔しいですね。もう一回やりたいですね。もう一回あの今はちょっとしょうがないですから、あと1年後ぐらいにもう一回やって、もう今度こそお前さんに回ったって言われる、もうお前ギブアップって言わせるぐらいにしてやります。前回に比べてさ、はい、あのねタックル対策っていろいろ考えてるんだろうけど、はい、それがかえって彼の思い切りの良さながら混乱したみたいで歯向かえたみたいな、はい、で今日はもう打って出ると思ったんで先手踏んでもうポポと当てておいて、はい、ほんで自分もなんか倒しようというんじゃなくて当てておいて、はい、あえて面食らったことでパッと足取りに行って、はい、それからもう当てられると思ったらもう下潜り込んで、はい、待ってなんか足のねステップワークがちょっとグラウンドステップワークがね大きくなっててまずくなったんで、ね、でパッと反対に簡単に取られて返せた時あるんで、それ狙いでじっとやって下手になる動いて、ちょっとね前回考えてありました。前回だいぶ向きになってたけど、あとも自分過ぎるからだいぶボレバってきたんで、これらも隙伺いながらじわりじわりやったら好きでいるだろうって、でもやったら反応上試合前山本選手はグラウンド技で前田選手のスタミナを、いや前回ありね、だから参加者とあやばいなとなったんで、ああグラウンドも前回全然変にくる、もうカーノクラムになるぐらい、ただなんかそれを打った分でなんかこの差ではなかった。そういうのはスタンドのグラウンドのバランスですね。であとなんか詰められて連打するようなあいつもなんか俺の悪いところなんかね真似しかないせんとこうなってなんかボロでね、あれちょっとああいうのちょっとまあ人の悪いところ真似したいと困るんで、それでもあいつ若いんだから今後の練習課題としてだから1ラウンド目でちょっとなんか1ラウンド早いうちにどれだけダウン取れるかっていうね、それ一個試合のスペース水出す上でもねちょっとかけたんで、始まって早々取れたんでずっとなんか主導権握ってやったと思う。